はい、皆さんこんばんは、セカモンでございます。私はね、漫画が大好きで、漫画を集めてね、そのコレクションを見ながらコーヒーを飲んでニヤニヤするというのがね、私の生きがいなんですけれども、さすがにね、買い続けてるとですね、置き場所がもうなくなりましてですね、実家の方ではまだ漫画部屋がありますんで、まだちょっとね、並べることはできるんですが、今これ単身赴任先でですね、ちょっと部屋が狭いもんですから、そろそろ漫画を置くスペースがないぞということで、少しずつね、売っていこうかなと、今日はそういう動画でございます。で、とりあえず今もういいかなっていう漫画をね、100冊、選抜しましてですね、100冊売ったぐらいじゃ全然変わらないんですけども、こんな感じで、最後にね、大好きな漫画とお別れするにあたって、記念と言いますかね、1冊ずつこういうのを売りますと紹介してですね、今日の場合は100冊売っていくらになるかというところまでね、お届けできたらと思いますんで、とりあえず、順番に売る漫画を選抜したものをね、紹介していきたいと思います。まずはですね、シルバーウルフブラッドボーンですね。このシリーズがいろいろ、こっちにもあるのかな、大体、6冊ぐらい、なんか半端ですね。1巻とかどこ行ったんだろう。後で出てくるかもしれませんけど、この漫画非常にね、面白いんですけどね、面白いんだけど、2回3回と読むような漫画ではないんですね、僕の中で。もうでもね、ほんとね、バランス、ストーリーも全てほんとね、いい漫画なんですけどね、今日はちょっと売っちゃいます。続きましてですね、アンタゴニストっていうね、漫画です。これは週末のワルキューレの福井匠先生が帯を書いてらしたんで買ったんですけど、いまいちでしたね。すいません。次、小説王という漫画ね。これはね、ジャケ買いしたんですけどね、これ非常に面白かったんですよ。で、2巻楽しみにしてるんですけど、なんか2巻出てんのかな、なんかあんまり見た記憶もないし、1巻ももう2巻出るまでに内容忘れてしまったし、もう一回読むこともないかなという感じで、これも売りに出します。基本ね、いい漫画であっても、いつでもまた買えるっていう漫画を中心に売りに出しますんで、ちょっとこうプレミアがついてるやつとかね、そういうのはちょっと売りませんね。続きましてはこのモナリザマニアという漫画ですね。なんか青年が挑むのは世界的名画っていうようなことで、なんか修復しかなんかそんな漫画の内容やったと思うんですけど、あんまりその専門的な技術が得れる漫画かなと思って買ったんですけど、そんなことでもなかったんで、これももういいかなっていう感じですね。で、続きましては、ラスベガスキングっていうね、漫画。こちら関谷哲司さん、バンビーノ書いてらした先生で、バンビーノすごい好きなんで、ギャンブルも好きな僕にとって、先生の、関谷先生の書く、ギャンブル漫画っていうことで期待して買ったんですけど、これはあんまり面白くなかったですね。続きまして、ゼウスの手というね、これ1巻2巻までは我慢して買ったんですけど、これも帯ではね、奥先生がね、奥博也先生、ガンツのね、犬屋敷とか、推奨されてたんで買ったんですけど、あんまりでしたね。2巻の表紙とか好きなんですけどね、なんか伊藤潤二先生みたいな感じで、ちょっとあんまりでしたね。続いてバララッシュですね。バララッシュ、これ面白かったんですけどね、もういいかなっていう感じで、売ります。続きまして天国大魔教ですね。これもこの漫画がすごい1位になってね、石黒先生の、これも、やっぱり僕はね、1巻で出た時点でこの漫画がすごいに選ばれた時から、そんな漫画じゃないよっていうね、風に言ってたんですけど、もうしんどなりますね。なんかもう続き読むのもね、あんまり、でございます。で、浦沢直樹先生のハッピーね。これも好きなんですけどね、なんか知らんけど、ちょっと残ってるのがあったんで、売ります。あと、これは、石渡先生のオッズというね、漫画。これめちゃくちゃ面白いんですけどね。BB 書いてた先生ですね。
まあこれも売ります。続き、うん、まあ最後まで読んでないんですよ。めっちゃ面白いんですけど売ってないしね、ちょっと昔の漫画で。ちょっともうスペースを考えて、まあまた読みたいなと思ったらもうセットでね全部買ったろうと思って今回は売ります。で、続きまして、卑弥呼っていう漫画ね。これもまあ、面白かったですけど、まあなんだろう。続きが出るのが楽しみでしょうがないっていうわけでもないし、もう雑誌で読んでるし、もういいかな。集めるようなとこまではないかなと。ちょっと、まあ昔の少女漫画が好きな人は多分ハマると思うんですけどね。続きまして、ミスター CB という漫画ね、競馬の漫画じゃないですよ。サッカー漫画なんですけど、これはね、僕サッカーずっとやってて、ポジションセンターバックやったんで、センターバックが主人公っていう、まあ、珍しい漫画でね、いろんなサッカー選手も推してるんですけど、まあ買うほどではないかなと。もう非常に面白いんですよ。サッカーも勉強できるっていう感じでね。でもまあちょっとスペースを考えてどうしても、今回は手放すということでございます。続きまして農場純一先生ね、泣きのりを書いてる先生ですけどね、昭和天皇物語、まあ、これはまあ一回読んで、知識として、まあ、脳内にストックすればねまあいいかなという感じで、売ります。で、万字ですね、これは谷崎潤一郎先生のね、小説をコミカライズしたものなんですけど、まあこれももういいかなという感じです。で、魔法少女特殊戦アスカっていうね、まあ僕の知り合いでドクトルアスカさんっていう人がいてね、その人と同じ名前だったんで買ったというだけで、まあまあ、うん、まあこれもいいかなって感じです。続きまして、夢中さ君にですね、これはこの漫画がすごい1位か2位か、選ばれた漫画だと思うんですけど、まあ僕はこの先生あんま合わないんですよ。なんかギャグも合わないんで、うん、まあいいかなという感じですね。続きまして、空手バカ異世界という漫画ですね。これもジャケ買いプラスタイトル負けして買ってしまったんですけど、異世界もんとしてね、まあ一回読んだらいいかなという感じなんで、売ります。続きましてね、ちょっと多めに風の大地ですね。これはなんだろう、まとめ買い、何が入ってるかわからない、漫画セット買いした時に、まあ面白いなと思って買って入ってたんですけど、非常に面白いんですよ。うん、非常に面白いし、まあ風間英二先生、元福本信之先生のね、先生やったんですけどね。福本信之は漫画が下手やから、もうお前向いてない言うて辞めさせたのに抜かれちゃったっていうような、ちょっとお茶目な話も聞いたことあるんですけど、まあ売ります。まだありますね。風の大地。で、プラチナエンドですね。これもね、非常に面白いんですよ。もう、はっきり言ってね、デスノートにも負けないぐらい面白いと思うんですよ。まあ同じね、小畑先生と大場つぐみ先生なんですけど、まあデスノートは人間と悪魔じゃないですか。これはもう人間とエンジェルですから、悪魔、人間、エンジェルということで、これも読んでデスノートを読むと、よりなんかね、面白いんですけど、まあ、これも一回、途中で止まってるんでね、まあまた読みたくなったらまた一巻からセット買いでね、全部買えばいいかということで売ります。で、これね、無印。浦沢直樹先生の短編ね。まあ面白かったんですけど、うん。まあここに、帯には世界騒然って書いてますけどね、そこまでは面白くなかったと思いますけどね。まあ、僕の中ではもうやっぱり浦沢先生言うたら、マスターキートンか、もう柔らがツートップかなっていう感じしますね。で、まあハッピーですね。さっきも出ましたけど、まあハッピーもすごい面白いんですけどね。で、あと図書館の大魔術師ですね。この絵がすごく上手くてね。ファンタジー調で、いい漫画なんですけど、まあ、2回3回4漫画じゃないので、私のタイプとしてね、非常におすすめですけどね。まあ、売ります。で、アンゴルモアですね、これも非常に面白いんですけど、もう、最近集めてないんで、もうこの際まとめて、ちょっと売りますね。まあ、ちょっとね、今や中国が暴走してますから、それに備えるっていう意味でね、まあ、こういう原稿なんかも読んどったらいいんじゃないかなと思うんですけど、あと、ま、筋肉マン。これは、なんか知らんけど、2冊ずつあるやつやったんで、まあ、売ります。同じ理由でジョジョリオンね、まあ、完結しましたけども、
この7巻に至っては3冊あるんですよ。だから2冊売って、まあ他も売ってっていうことで。で、花澤健吾先生のたかが黄昏。これも1巻でいいです。まあ僕あんまりね、花澤健吾先生好きじゃないし。で、なお築地先生っていうね、画集が素晴らしかったんで、画集を買った時に一緒に漫画も買ったんですけど、まあ、これも言います。で、古谷宇佐丸先生の女子高生に殺されたい。まあ、古谷宇佐丸先生あんまり僕ね、好きじゃないかもしれない。うん。まあ、こういうのが好きな人っていうのもわかるんです。普通の、なんていうんかな、主人公が悪魔、悪者と戦うという、そういう単純な漫画に辟易とされた方がね、古谷宇佐丸先生なんか読むといいかもしれないんですけど、まあ、ね、今回は売ります。あと、夜明けの旅団ね、まあ僕が大好きな片山幸雄先生のね、漫画なんですけど、ちょっと片山先生はこういうダークファンタジーとかは、あんまり向いてないんじゃないかなと思いますね。本当大好きで、片山先生の作品は全部持ってるんですけど、夜明けの旅団ちょっと初めて売りますね。で、地獄楽。まあこれも、まあ、そうですね。まあありがちな漫画やと思います。あと、フットボールアルケミスト。これもね、まあサッカー好きの僕にとって、サッカーの裏事情を教えてくれるというね、漫画やったんですけど、まあ、いいかな、っていう感じですね。で、奥田明子先生の心臓ですね。これもちょっとね、ジャケ買いしてしまったんですけど。まあちょっと変わった漫画なんですけどね。これ置いとこうかな。まあまあ売ります。はい。続きまして、さよならミニスカートですね。これはいろんな意味で、話題になりましたけど。売り出し方に負けましたね。はい。売ります。で、続きまして、バジリスク。ね。の、これは、大岡忍法帳の方ですね。続編の方ですけど。他にも、大岡忍法帳あるけど、まあ、これも売ってしまいます。空挺ドラゴンズですね。これもね、アフタヌーンで第1話見たときは、なんかこう、直しかっぽくてね、いいんじゃないかなと思ったんですけど、売ります。はい。でですね、次は、これは、これ売るやつか。売るやつか。ちょっと待ってください。あ、これだ。推しが武道館行ってくれたら死ぬ、ですね。まあ、話題漫画でしたから、まあ、読んでましたけど、まあちょっと、まあ僕には合わないかなという感じですね。で、また、ブラッドボーンがありまして、ピアリ聞きのエレンですね。これももうお腹いっぱいです。で、宇宙兄弟も売りますね。さっきのオッズ1巻出てきました。で、続きまして、また、ブラッドボーンが2冊出てきまして、バジリスクがまた2巻、2冊出てきまして、で、ケンシロウによろしくですね。まあ、北斗の拳大ファンの私にとってはね、このタイトルにはもう惹かれてしょうがないと思うんですけど、まあ、設定は良かったですけどね。漫画としてはちょっと面白くなかったですね。すいません。で、マギの贈り物。これはグランドジャンプかな。なんとなく買って、今日なんとなく売るっていう感じで、内容もあんまり覚えてないです。すいません。隠れオタクの恋愛戦略。まあ面白かったですけどね。オタクに恋は難しいの8倍面白かったけど、まあまあ僕の、本棚に並べとくほどのもんではないかなという感じでね。まあ売りますね。で、ワンピースですね。ワンピースね。これもスリラバークー編かな。ドクトロさんがいますんで。まあ、ここだけ持ってましたけど、まあ、ワンピースも、もう売っていきますね。で、ジョージ朝倉先生のピースオブケーク。ね。まあ、ジョージ朝倉先生大好きですけど、これはちょっとええかなっていう感じですね。います。あ、まだジョージ朝倉先生出てきました。ダンスダンスダンスウルっていうね。これはバレエ漫画で男の子が主人公ということで。まあ、非常に面白いです。もう、一巻だけ売ります。というのは一巻だけ2冊持ってるんで。まあ、これは僕の息子がね、バレエやってますんで、将来見せたいんでね。まあ、ダブってる分は売りますけど、他は残しておきます。あと、ピアノの虫っていうね、これはピアノの調律師の漫画で、まあ、ちょっと変わってるっていうところで持ってたんですけどね。まあ、売ります。
で、なお築地先生の今度アデカンというやつね、まあ、これもまあ売りますね。で最後、空母いぶきね、川口海二先生の漫画は出だしめっちゃおもろいんですけど、だんだんだれてくるっていうね、沈黙の艦隊とかはまあ最後まで面白かったけど、空母いぶきはちょっとなーっていう感じでね、まあ映画も行きましたけど、映画グダグダやったんですけどね、もう映画もやっぱり中国軍と戦ってほしかったんですけど、まあ、そんな感じで、まあ今回は、大体100冊あるんで、これ全部売っていくらになるかと。で、まあ動画としてはね、100冊売って8円でしたとかね、そういうオチの方が面白いんでね、安く叩かれることを期待してですね、まあいくらで売れたか、報告したいと思います。行ってきます。はい、というわけでですね、売ってまいりました。まあ100冊や思ってたんですけど、全部で96冊やったです。で96冊のうち4冊だけ買い取り不可ということで、このマギの贈り物っていうのと、ハッピーですね、これがなぜか売れませんでしたんで、まあ、92冊売れたというね、ご報告でございます。結構重かったですね。本屋まで自転車で運んだんですけど、まあ、取りに来てくれるサービスもあったようなんですけど、96冊でね、そんなに呼ぶのも悪いし、まあ、頑張ってリュック2つとね、まあ、小さいカバンで持って行ったんですけど、まあ、売ってきましたというご報告です。で、今ね、これ名前全部出るんですね。売ったやつのね。で、もう先に結果からご報告しますが、2145円。92冊で、2145円で売れましたですね。はい。まあだから、92冊って言ったら、まあ大体定価で500円として、4万5000ぐらいですから、ね、2145円だったら 5% ちょっとですからね。まあ、でも思ってたより僕、タコ売れたんですよね。もうちょっとなんか、100冊売って80円かいみたいな、そんな動画になるかなと思ったんですけど、まあ思ったより高く売れましたね。最低、一番安いので5円ですね。シルバーウルフ・ブラッド・ボーンとかが5円なんですけど、これでも缶によって違ってね、3缶、4缶は5円なんですけど、10缶は50円で売れたり、ちゃんとその辺、ね、見積もりしてくれてますね。20円が一番多いかな。ワンピースとかも10円ですね。ほんとね。結構高かったんが、まあ、一番高かったんがね、150円で売れたやつがあったな。宇宙兄弟か。宇宙兄弟37巻。150円ですね。あと、空母いぶき12巻が100円。心臓が100円。夢中さ君にが100円。そんなとこですね。2145円か。まあ、確かにね、まあ、僕が最近よう動画でやってる時計やったら、買い値より高く売れたり、ね、本当江戸系やったらそんなにね、リセールでも 70% とかね、そのぐらいで引き取ってくれますけど、やっぱり漫画になると、まあ、5% なんですけど、ただ、漫画、そして本を読むことで知識は頭に残りますからね。で、まあ、例えばなんか荒廃した町で悪者と戦うというような分かりやすい漫画でも、自分がそういう体験をしたような気になれるしね。そういうのを込み込みで、僕はもう本とか漫画から得た知識っていうのはたくさんありますから、その情報量やと思ったら、本当は安いもんやと思いますね。だから今後も漫画買っていきたいし、まあ置くとこなくなると、やっぱまあ売っていかないかんわけですけども、でも本当に、そうしたなっていう気分は全くないですね。はい。だから、まあ私が今面白い人間かどうか、それはまあさておき、今自分のね、このセンスとかね、なんだろうな、まあ雑学とか漫画から学んだことも非常に多いと思いますし、僕の中のサムシングにはなってると思うんで、そういう意味で、まあ漫画本っていうのは素晴らしいなと思います。ということで、まあやっぱり
置く場所は限りがあるんで、まあ実家の方の漫画もこれから少しずつ売っていかないといけないんですけど、せめて売る前にね、最後に、こんな漫画がありましたっていうような報告をね、できる、まあ、そんな動画も今後上げていきたいなと思いますんで、まあ、漫画好きだよ、興味があるよという方はね、ぜひチャンネル登録、ね、高評価よろしくお願いいたします。本日、長い間、ご視聴ありがとうございました。さよなら。